初めてのあなたもおかえりーな。万年雪が残る森の中で暮らすお子女、名前を高岡エリナと申します。気軽にエリナちゃんやおかえりって呼んでくれると嬉しいです。私の家には親戚がくれた年代物のゲームやゲーム雑誌がたくさん置いてあって、森は寒いのでちっちゃな頃から外に出ないでずっと娯楽はこれだけで暮らしていたら、レトロゲーム大好きなお子女に育っちゃいました。このチャンネルでは大人になった今改めてやりたいファミコン、スーパーファミコン、プレステ2のゲームを中心にやっていく予定です。ゲームの腕はガチ勢ではないエンジョイ勢。どういうわけか、仕掛けられたトラップをピタゴラスイッチ並みにまんまとハマってしまうので、あ、またやってんなーって笑って見てくれると助かります。あと、テーマを決めてそれについてお話をする雑談配信もやりたいと思っています。性格は大雑把な心配性で、普段はのんびりまったりなんだけど、何かあるとよく笑い、よく慌てる、リアクションが大きいタイプです。本当は余裕のある大人なお姉さんに憧れてるんだけど、どうしてもあわあわしちゃうのよね。ゲームの他に好きなことは謎解きをすることやクイズ番組を見ること、あと美味しいものを口にすること。食いしん坊なのでツイッターで頻繁に日々のご飯のお話をつぶやいてます。その他に配信の予定もつぶやくから、ぜひフォローしてね。私とあなたをつなぐハッシュタグは聞いておかえりーなです。ちょっと一息休憩するときの飲み物やお菓子みたいに、みんなの日々の小さな楽しみの一つになりたいと思っています。 YouTube のチャンネル登録よろしくお願いいたします。またここで笑顔でおかえりーなって言わせてくださいね。それじゃあ